それでは、中ご案内をしたいというふうに思います。今ここ我々立っているところが広場に。大丈夫ですか。はい。ここが広場になります。夏祭りとかいろいろな活動が行われている広場と同時にこのピロティの下でですね、立ち上がりに職業紹介所というようなことで、日雇いの方なんかの、職業案内をするというような形で使われていた場所になります。で、実はですね、この下でかなり焚き火をされてですね、この天井がすすで真っ黒だったんですね。で、アーティストがそのすすを落として天井に絵を描くなんていうような活動もされていましたけれども、今は煮炊きが禁止されて、塗装されて白い状態になっているというようなものです。で、ここに一時期階段が追加されていたんですけど、オリジナルはこの階段がない状態でしたね。で、ここは、横浜市、下の労働福祉会館と、市の福祉会館と県、そして国、そして上が横浜の市の市営住宅というような形の複合建築になっているという形です。奥の方に入っていきたいというふうに思います。供養塔というものがありました。寿でやはり身寄りがない形でお亡くなりになられる方がいらしてというようなことで、そういった方を供養する場所が欲しいということで、この供養塔が設置されていました。今現在はですね、解体に伴ってちょっと淡くの方に一時的に移転をしているというような状況ですね。で、裏を見ていただくと公共職業安定所と横浜港労働出張所、寿労働センターというのがあって、この建物の概要が分かるかと思います。
まあ、要はこう当初は日雇い、いわゆる港湾労働のための仕事の斡旋というような形で、それから建設労働の職業斡旋というような形があって、今現在はですね、街を歩いていただくと分かるようにかなり高齢化して、まあ、最近は福祉の街というような言われ方をしますけど、高齢化率が5割を超えたというような状況になっています。では、じゃあちょっと今度、これの方へ。じゃあ今度裏手の方に回って、裏側の外観を見ていただくようにします。こちら側が、まあ、南側になります。で、左手いろいろ廃品があるところはですね、特にクリーンセンターというとですね、引っ越しとかですね、そういったのを、まあ、上のない人で、亡くなられた方の荷物を片付けて、その廃品を回収して、それをリサイクルするというような活動をして、地方支援の一環としてやっているグループが発生した。そんな上で、もう少し奥へ入っちゃってください。すみません。尾形さんの設計がですね、やはり、2番さんじゃないですね、空間が。だから、転用するとなると、なかなかこう、特に診療所みたいなものにしようとすると、なかなかちょっとやりづらかったのかなというところはあります。ちょうどこれは、1階の外、食堂から2階にこう上がっていく感じになります。後からだと思います。診療所としては診療所、ここは間違いです、今間違いです、ここは間違いですね。で、今現在は、仮設の方に仮設の建物ができて、そちらに診療所等を移転しています。まあ、一応そちらから見てですね、ここが昔の内科の診療室です。で、そこがですね、
隣が相談室、それから隣がですね、薬局ですね。で一番前が受付。ちょっとユニークなのは、どっつくり込みがあってですね、要は薬を飲むし、なかなかこう薬を飲むというのも、なんかではないような状況がありますので、そこに来て、こちらがですね、昔理容室だったところが精神家庭ケアになったところです。町としてはですね、やはり高齢者あるいは何らかの障害を持つ人が増えているというようなことで、そういった方を決めましたけど、僕は。ごめんなさい。一回消しちゃったので、